アラフォーの僕の亡くなった幼なじみの話。彼とは近所で同い年なので、物心ついた頃から家族ぐるみで仲が良かった。中学の時、彼の母親が病気で亡くなった。彼はマザコンかと思うくらい母と仲が良かったので、すごく落ち込んでた。本当に一言も喋れなくなって、学校にも来なくなったくらいだった。その年の夏休み、彼が失踪した。捜索隊も結成されて、僕も参加して彼を探したが、結局見つからなかった。でもその数日後、中学校の教室で一人で彼が座っているところを先生に保護された。彼は頑なにどこで何をしていたか言わなかった。新学期から彼は少しずつ明るくなって、普通に登校するようになって、僕たちは同じ高校へ進学した。普通に高校生活を送ってたけど、彼は時々学校を休んだ。彼のお父さんに尋ねると、家にもいないんだ。家出でもしたんだろうか。なんて最初は言ってたけど、普段の素行は普通だし、彼は数ヶ月に一度はいなくなるので、そのうち僕も気にしなくなった。昨日どこ行ってたんだ?と彼に聞いても、いつも笑ってごまかされたし、親父さんも理由は知らなかったし、深く聞くことはしなかったそうだ。僕たちは大学へ進学した。学部は違うけど、家から通える同じ大学で友人関係は続いてた。そして、学校で姿を見ない日があるというのも続いてた。学部も違うし、その時はあまり気にしてなかったけど、お互いサークルに入るわけでもなく、のんびりと大学生活を送ってた。成人式の日、中学の同級生と飲み会をした。他の友人は町を出て働いていたり、他の地方の学校に通っていたり、久しぶりなので話は弾んだ。で、その時、中学時代の例の彼が行方不明になった話になった。他の友人たちが彼に対して、お前どこ行ってたんだ?誘拐でもされてたのか?女と一緒とか?などといろいろ聞いていたら、いつもは穏やかな彼が激怒して、うるせえ!と怒鳴って店を出て行った。僕は出て行った友人を追いかけた。その後、彼をなだめて、僕の家で一緒に二人で飲んだ。僕が、気にすんなよ、あいつらも悪気があったわけじゃない。と慰めていると、彼がボソボソ話し始めた。行方不明になっていた時は、彼は母親に会っていたと。そして、今でもたまに会っているという。え?お前の母ちゃん亡くなったじゃん。と言ったら彼は、確かに母ちゃんは死んだけど、たまに会える。と言い出した。彼曰く、中学の時、行方不明になった時は、ずっと母ちゃんに会いたいと思っていたら、急に意識を失って、気づいたら家で母親と一緒だった、とのこと。で、しばらく一緒にいたけど、母に学校行っておいでと言われた。
それで意識が遠のいたら、自宅の押し入れの中で寝ていたそうだ。制服を着て学校へ行ったら、見つかって大騒ぎになってたと言われた。それ以来、母ちゃんに会いたいと思いながら押し入れに入ると、母親に会えるらしい。それで、たまにいなくなるんだと彼は言った。正直僕は、彼は母親が亡くなって心が病んだんだなと思った。結局その日はその後、普通に飲んで僕の部屋で一緒に寝た。それからしばらくして、やはり学校で彼の姿をしばらく見なかった。彼と同じ学部の仲間に聞くと、数日休んでいると言われた。僕はふと思い立って、その日の夜、彼の家に行った。彼の親父さんに忘れ物を届けに来たと嘘をついて、彼の部屋に上がった。それで、こっそり押し入れを開けてみると、やはり彼は、そこで寝ていた。でも、その姿が本当に異様だった。顔は笑っているような安らかな表情。でも、生きているように見えなかった。青白い肌、呼吸をしているようにも見えない感じで、僕は慌てて逃げ帰った。彼が死んでると思ったからだ。その日から僕は熱を出して数日学校を休んだ。休み明け学校に行ったら笑顔の彼がいて、休んでんじゃねえよと言われた。彼が生きていたことに安心した僕はその場で号泣した。お互い大学を卒業して就職した。彼は地元に残って、僕は少し離れた地方で就職し、一人暮らしを始めた。彼とはたまにしか会わなくなったけど、休みが合えば地元で一緒に飲んだりしてた。やがて僕は結婚して、子供もできて、ますます彼とは会わなくなった。そんなある日、彼の親父さんから電話があった。何でも彼が仕事に何日か行ってないと連絡が来たんだが、何か知らないかとのこと。僕はその週末、地元へ帰った。あの押し入れを見るために。僕は友人が押し入れでまたお母さんに会っていると確信していた。彼の家に着いて、親父さんに最近変わったことはありませんでしたか?などと聞きながら、ちょっと部屋を調べさせてくださいと上がり込んだ。そして彼がいると確信して押し入れを開けたが、そこに彼はいなかった。その後しばらく町を探して、親父さんに警察に届けた方がいいと言って、僕は地元へ戻ってきた。その数日後、親父さんから彼の訃報が届いた。結局彼は押し入れの中で亡くなっていた。親父さんが彼が帰ってきた時のために布団を干そうと押し入れを開けたら、そこで彼が見つかった。警察からは事件性はないと言われて、死因も正確にはわからないと言われたそうだ。お葬式の時見た彼の顔は、学生時代押し入れで見た顔と一緒だった。僕はものすごく怖くなった。
あれから何年か経った今でも思うのは、親父さんや警察が死んでると判断した時の彼は、本当は生きていたんじゃないかということ。僕が学生の時見た彼は、明らかに死んでいるように見えた。でも生きていた。僕が親父さんにあのことを話していたら、彼はまだ生きていたんじゃないかと思うことがある。あとは、彼はどこへ行っていたのか、なぜ結局押し入れで亡くなっていたのか。今でもわからないことだらけだけど、彼は今、母親と会えているんだろうか。A という男がいた。世間からの評判のいい彼だったが、他人に言えない秘密があった。それはネットを渡り歩いては、グロ映像などの猟奇的なホームページを覗き見るという趣味だった。より過激な内容のサイトを求めて、A はより奥深くネット世界を進んだ。そこで、あるサイトにたどり着いた。それはただ真っ白な画面で、向こう側とだけ書かれた素っ気ないサイトだった。閲覧しようとすると、こっちへ来たいのかというメッセージが表示された。A は深く考えず、イエスと答えて向こう側へ足を踏み入れた。そこは A がかつて見たこともない過激な映像がいくつものページに分かれて表示されていた。普通の人なら一目で目を背け悪夢にうなされるようなおぞましいもので溢れていた。A は向こう側の虜となった。彼を熱中させる要素の一つにランダムに現れるもっとこっちへ来たいのかというメッセージの存在があった。イエスと答えると、それまでは現れなかったさらに過激なページが表示された。唯一同じ趣味を持っている悪友の B に向こう側のことを教えると、B もまた虜となった。彼らはさらに奥へと向こう側へ進んでいった。そうして向こう側の深淵へと進んだ A は、もどきと題されたページにたどり着いた。内容はどこかの一部屋を音声付きのリアルタイムで中継しており、そこにはあるものがいた。その姿は胎児が体内での爬虫類から哺乳類への進化の過程中に生み出され、そのまま成長したかのような人もどきがそこにいた。もどきはそこに監禁されており、時々覆面の男が現れて食事を与え、掃除し、気まぐれに暴力を振るっていた。A はその禁断の映像に釘付けとなり、繰り返しもどきを覗き見た。ある時 A は覆面の男が時折漏らす言葉が日本語で A がよく知っている地方の方言だと気づいた。そのことは彼を現実へと引き戻した。これは今日本で実際に行われている現実の出来事だ。A は急に恐ろしくなり向こう側へのアクセスをやめて向こう側の URL と内容を書いた匿名のメールを警察へと送った。ふと気になって B に連絡してみると、彼は A 以上に向こう側に没頭しており、閲覧をやめる気配はない。そのせいか B の話には支離滅裂な部分が目立つようになり、薄気味悪くなった A は、B
B との連絡を絶った。数ヶ月後、一通のメールが A に届いた。差出人は政府公安の研究部からだった。それによると、その部署は昨今急増する異常者による犯罪を未然に発見、防止を目的とし、そのための研究と実験に取り組んでいて、その一環として作成したのが向こう側だった。あれは異常者を見つけ出すための餌で、アクセスした者は ID を現れ監視される。さらに向こう側への進路、閲覧したページの内容などにより、10から0までのランク付けがされる。そのランクに応じて対象者への処置が行われるという。A はそれまでの経過に加えてアクセスをやめたこと、警察へ通報したことなどによって、評価は5というものだった。メールには、今回のことはあくまでも実験であり、実生活への影響がないことと、実験への協力への感謝の言葉で締められていた。監視されていたことに驚愕する A。だが、何より気になったのは、ランク評価に対する処置に関する記述だった。4以下には特に処置はないが、3より要注意人物とされ、2では監視がつくようになり、1で強制入院となる。そしてその上の0については一切記述されていなかった。胸騒ぎがした A は、B と連絡を取ろうとした。しかし、いかなる記録を検索しても、連絡先はおろか、B という人間は存在すらしていないこととなっていた。B のランクは果たして何番だったのだろうか。7年前の梅雨の時期、私は高校3年生で死のうと思って学校をサボって実家からは少し離れた湖へ向かいました。こちらではいわゆる自殺の名所と言われている湖です。そこは観光地でしたが、平日だったのとまだ朝だったということもあり、全く人気はありませんでした。荷物を湖畔の木のそばに置いて、靴下を脱ぎ、制服一枚で入水しようと覚悟を決めたたずんでいると、背中に変な感覚が走りました。何かと思って振り向くと、制服を着た高校生くらいの女の子が、私に向かって水鉄砲を浴びせていました。心臓が止まりそうなほどびっくりしつつも、何してるの?と声をかけると、その子はぴょんと後ろに飛び下がって、どこかへ走り去っていってしまいました。電車も走ってないほどの田舎町です。近くに高校はありません。そんな時間に同い年ぐらいの子が湖をうろちょろしているだけでもかなり不自然なことでした。しかも持っていたのはおもちゃの水鉄砲です。よく小さい男の子が持って遊んでいるような。現にそこにいた私は全くもって人のことを言えないのですが、まだその子がどこかに隠れて見ているかもしれないと思って、その日は結婚するのをやめ、湖のあたりでだらだら過ごし、さも何事もなかったかのように家に帰りました。その数日後、早起きして身支度を済ませ、自転車で近くの団地へ向かいました。屋上か、非常階段の一番高いところまで登って、
そこから飛び降りてしまおうと思っていました。結局屋上は封鎖されていて、最上階の手すりから地上を覗き込んだのですが、真下のコンクリートには子供がチョークで書いたような落書きがそのままになっていて、そこを血まみれにするかと思うと決意が揺らぎ始めてしまいました。情けなくて泣きそうになっていると、どこからかガタガタと音がしました。団地の住人の方に見つかってしまっては大変だと思い、あたりを見回しましたが誰もいません。そして安心して正面を向いた時のことでした。向かいの塔の手すりに誰かが両手で頬杖をついて腰掛けています。よく見ると制服を着ている女の子でした。なぜか私はあの朝湖で会ったあの子だと確信しました。私は大声で、そんなとこにいると危ないよ、落ちたら死んじゃうよ、と叫びました。しかしその子は私の声が聞こえないかのような素振りで手すりに立ち、そしてためらうことなく地面に向かって飛び降りました。数秒後、大きな音が聞こえました。私は悲鳴も上げられず、青ざめてすぐに階段を降りて地上へ向かいました。多分こんな瞬間に立ち会ったら、ただでは済まないという保身があったのだと思います。しかし、彼女が落ちたであろう場所を見ても、死体はおろか物一つありませんでした。不気味だったのは彼女が落下したはずの地点から2メートルぐらい離れた地点に大量の白い卵が割れたまま放置されていたことです。恐ろしくなって自転車を全速力で漕いでその場から逃げました。結局その日も何もできませんでした。それからは父が病気になり、私が頻繁に病院に通わなくてはならなくなったり、受験やら何やらでなかなか結婚できるチャンスがなく、いつの間にかそんな願望も薄れていきました。高校卒業し、上京してすぐのことです。慣れない中央線に乗っていると、不意に同い年ぐらいの子から声をかけられました。多分同じ大学の同じ学科で、講義で見覚えがあったから声をかけた、とのことでした。お互い軽く自己紹介をし、まあ大学生らしく、サークルは何入ってるの?などなど話し込みました。ふと私が、メールアドレスの交換をしようと切り出すと、次の駅にもうすぐ到着するとのアナウンスが流れました。ごめん、私この駅で降りなきゃ。私のアドレス長いから今度の講義で交換しよう。とその子が笑顔で言ったので、私も、わかった、じゃあね。などとのんきな返事をしました。その時一瞬、その子の声が別人の声に変わったような気がしました。彼女は独り言のようにつぶやき始めました。なんかろくなことなかったな。でもよかったかな。よかった。私は突然で、何ですか?という感じでしたが、まだのんきに、なんか大変だよね。じゃあまた来週ね。と手を振りました。次の週、講義でその子を探しましたが、見当たりませんでした。そして結局、卒業するまでに、その子と再会することは一度もありませんでした。少人数の学科なので、退学や休学などをすれば、すぐ噂になるはずなんですが、そんなこともないようでした。そして
現在の話。今私は二度目の妊娠中で、里帰り出産のため実家にいます。一度目の妊娠はとても残念なことですが流れてしまいました。先日、応接までテレビを見ていると、突然母が私にボロボロの水鉄砲を差し出しました。こないだね、高校生ぐらいの女の子からこんなの預かったのよ。あんたに借りたまま返してないからってさ。あんたいい歳してこんなので遊んでたの？まったく。瞬間、7年前の湖での出来事が思い出されました。今までに経験した不思議な出来事がリンクするように、母の小言も聞こえないほどうろたえてしまいました。団地で見た飛び降りと、大量の割れた白い卵と一度経験した流産。電車で会った同級生の不可解なセリフ。そしてボロボロの水鉄砲。ただの考えすぎで、すべては偶然の積み重ねだったのかもしれません。あの朝、たまたま地元の高校生が見知らぬ人を見てちょっかいを出して、団地で見たのも幻覚で、本当に誰かが買い物帰りか何かに卵を落として割ってしまっていて、電車の中での出来事もただの他愛のない会話で、水鉄砲も記憶にないほど小さい頃本当に貸したことがあった。ですが、私はなんとなくこれで一段落ついたような気もしています。父方の祖母の家は山間部にあって、住宅地はそれなりに開けているけど、それ以外の場所は普通の山と変わらない状態だった。で、住宅地と山間部の境に廃屋があった。僕はその廃屋に向かって歩いていた。ああ、そういえば子供の頃、兄弟やいとこと探検しに行ったな、と少年時代を懐かしく思いながら、しばらく歩いて廃屋に到着。僕の子供の頃でさえボロボロだったその家は、20年の時を経て今にも朽ち果てそうだった。さすがにいい歳して、廃屋に入る気にはなれなかったので、ひとしきり子供時代の考えにふけったところで、帰ろうと廃屋に背中を向けた瞬間。何をしに来た？と、しわがれた声がした。え？と思って振り向くと、さっきは気づかなかったが、廃屋の中に人が立っている。パッと見た感じ、男か女かもわからないほど年を取った老人が一人。ボロボロの服を着て腰も曲がって相当な高齢だと一目でわかった。でも何より異様だったのがその老人の目つき。それほどの高齢なのに目つきがやけに鋭くて、蛇に睨まれたカエルのように、一瞬身動きが取れなかった。うわ、怖え。そう思った瞬間、目が覚めた。そんな夢を見たこともすっかり忘れた一ヶ月後ぐらいのこと。祖母が亡くなった。享年93歳。これだけ長生きしていれば、お葬式といっても、そこまで湿っぽい感じにはならず、集まった親戚一同は、おのおの近況報告をしたり、思い思いに思い出話に花を咲かせたりしていた。そのうち、おじに呼び止められた。
なあ、ケンジ君、タバコを買ってきてくれないか？そう言って、おじは、僕に千円札を渡してきた。それはいいけど、このあたりに自販機ってあったっけ？五分ほど歩いたところにあるわ。ほら、ちょうど小学校の裏手あたりか。簡単に道を説明されて、僕はタバコを買いに行った。時刻は夕方。真っ暗というほどではないが、あたりは薄暗くなっている。タバコを無事買えたのは良かったんだけど、暗い上、あまり目印になるようなものがないせいで、帰り道を間違えて、僕は例の廃屋の前に出てきてしまった。子供の頃探検しに来たことを思い出して、一瞬懐かしくなった。だけど、それもつかの間。僕は先日見たあの夢を思い出してしまった。あの時は、変な年寄りが急に現れたんだよな。ああ、やだやだ。突然不安になって、思わず目の前の廃屋を凝視して、人影がないかどうか確認してしまう。だが当然人影はなかった。ほっとして来た道を引き返そうと廃屋に背中を向ける。その時、ガタッと背後で音がした。音の位置からして明らかに廃屋が発信源。飛び上がるほど驚いて、後ろも振り返らず、僕はその場所からダッシュで逃げ出した。全力疾走で帰ってきた僕に親戚の人たちは驚いていたが、さすがに事情を説明できず、最近は運動不足だから走った、とごまかしておいた。学生時代はサッカーをしていたおかげで、言い訳もあまり不審がられずセーフだった。その後少ししてから思い出話を装って、昔一緒に探検した地元のいとこに廃屋のことを聞いてみた。すると、ああ、もう取り壊されたな、何年か前に。一時期はホームレスが住み着いてみんな困ってたから。でも追い出すわけにもいかんだろ。そのホームレスが亡くなった時、今後こういうことがないようにって壊したんだよな。え、嘘。思わず絶句して何も言えなかった。次の日、火葬場へ向かう道すがら、いとこが声をかけてきた。ほら、あそこ。あそこが廃屋のあったとこ。そう言っていとこは更地を指さした。位置からして昨日の晩、僕が迷い込んだ場所に間違いなかった。その後、いとこをはじめ、地元の人にそれとなく探りを入れてみたけど、例の廃屋で心霊体験とか、そういう噂は特にないそうだ。オチはないけど、なんか腑に落ちない僕の体験。ちなみに、夢で見た年寄りが、亡くなったホームレスかどうかは確認してない。そうだったら怖すぎるので。ばあちゃんのお葬式から一ヶ月経って、やっと恐怖心も薄れてきたからこの話を書いてみたんだけど、昨日また廃屋の夢を見てしまった。嫌だな。こんな馬鹿げた話があるかと思うかもしれないけど、記憶が新しいうちに記録しておきたいのでお話しします。うちには4歳と2歳の子がいるんだけど、
彼らは夜なかなか寝てくれない。なのでほぼ毎日のように彼らを車に乗っけてドライブすると車の中でいつの間にか寝落ちしてくれる。僕も車を運転するのは嫌いではないので、この所業は苦にはならない。昨晩も9時半頃、いつものようにチビたちを軽自動車の後部座席に座らせて、いつものコースを流していた。でも、なかなか寝てくれない。なので、ちょっと遠出しようと、いつものコースを外れて、国道を北上した。知らない道ではないので、スイスイと車を走らせた。10分ほど走った頃だろうか、道路に霧がかかってきた。海沿いの国道なので、時々こういうことはあるから、全然気にはならない。そんな目の前に、突如、紫の霧が現れた。なんでかはわからないけど、紫色に光っている。僕は、ネオンの光が反射しているんだと思って、そのまま突っ切った。すると、突然ハンドルに手応えがあった。ザザザザザ。え？砂利道？道路工事でもしてるのか？僕はスピードを落とした。見てみると、案の定砂利道。しかもなぜかめちゃくちゃ狭いし、車一台が通ってやっとぐらいの幅しかない。あれ？工事にしては道が狭すぎるな。それに俺、国道走ってたよな。そう思ってナビに目をやると、ナビが動作してなかった。僕の車の位置を指す矢印は、例の紫の霧の手前あたりで止まったままだった。なんじゃこりゃと思ってバックミラーを見たけど、後続の車も来てなかったので、一旦道路上で車を止めた。見回した周囲は真っ暗だった。街灯すらない。人の気配もなければ民家の明かりもない。もちろん他の車の往来もない。横は田んぼ。とにかく真っ暗だった。とりあえず携帯で自宅の奥さんに電話しようとしたけど、携帯は圏外だった。この状況は一体何なんだろう。焦って後部座席を見ると子供たちは寝入っている。少しほっとした。起きてて突然こんな暗かったらビビるよな。しかし何よりも先にこの子たちの父親なんだし、僕が冷静にならないと話は進まないという使命感で、とにかく冷静になるよう自分に言い聞かせた。ガードレールはない。道は狭い。砂利道で真っ暗だし、霧もかかっている。この状況でバックすると、田んぼに落ちる可能性は高い。こうなったら、前に進むしかない。でも、前に進んで、まともな道に戻れるのか。しかも、このガタガタ道だと、子供たちが起きるかも。なんてことを考えたが、止まっていても始まらない。その時はその時だ。腹をくくって車をスタートさせた。進んでいくとあることに気がついた。この道には轍がない。普通車が通る道なら当然轍ができる。でもまるでついさっき砂利を敷いたように平坦な砂利道だった。やがて少しだけ霧が晴れてきて、周りの状況が視認できた。わらぶきの屋根、海岸線の松林のようなシルエット、
まるで日本昔話で見るような家。それがポツポツと並んでいる。家の中は明かりが灯っているような感じはない。なんだこの古い建物。僕が住んでいるところは確かに田舎だけど、ここまでではない。時速20キロぐらいで3分ほど走った。道はやばいくらい狭くなってきていて、軽自動車でなかったらとても通れない状態だった。しかも道は海岸線へ向かっているみたいな方向。もしかしてこの先、行き止まりじゃないのか？もし行き止まりだったら、っていうかここどこだ？また霧が濃くなってきている。これはまずいかもしれない。ハンドルを握る手は汗でびっしょりだった。見ると目の前が紫色に発光している。あの霧だ。直感的にそう思った。止まるか、そのまま進むか、どっちだと自問自答した。腹をくくって、僕はそのままアクセルを踏み込んだ。パッと視界が開けたような気がして前方を見ると、前を走る車のブレーキランプが目について、僕はブレーキをかけて停車した。目の前に停車していたのは白いセダン。後ろにもヘッドライトが見える。霧は完全に晴れていた。それが分かった瞬間、なんだか涙が出てきた。慌ててナビを見ると、あの紫の霧の場所から40キロ近く離れた交差点に僕はいた。隣の県だった。でも実走行距離は変わってないから変な感じだった。まるでワープしたようだ。あれは何だったんだろう。改めて思ったけど、今までいろんな怖い体験談を読んできて、写メぐらい撮れよ、とか突っ込み入れてたけど、実際自分がおかしな体験をすると、案外パニックになって何もできないもんだね。ただただ不思議な体験だったのでお話ししました。これは私の住んでいる家についての話です。私が今住んでいる家は、もともと産婦人科の診療所でした。今も患者待合室とかレントゲン室という標識や機材がそのまま残っています。家の半分は診療所の当時のままの状態で、家具や本など以前の住人のものがそのままにされています。そして残りの半分は改築されて、私と家族が住んでいます。私たちは家の半分の当時の診療所がそのまま残っている部分を診療所とそのまま呼んでおり、そこにはほとんど誰も入りません。家の半分が診療所のままで残してあるのは私の父の意向です。父は以前医者として働いていたことがあり、定年退職したら開業しようと考えていたそうです。この家は売り出しの時、夜逃げ同然の状態であったらしく、前の居住者の物品がそのまますべて残っていたそうです。入居の際は便利屋に依頼してわざわざ物を撤去してもらったりしたそうですが、
いずれ開業したいという父の考えのため、半分だけそのままの状態となりました。ここへ引っ越してすぐの子供の頃は、興味本位で何度か入ったことがありますが、入ってみると何とも異様な空気を感じました。ゴムが焼けたような異臭がして、なんだか生ぬるい感じと床がベタベタした感じがありました。ある程度奥まで行くと診察室があるのですが、この部屋は開けられませんでした。外へ回って窓から覗き込めば診察室の中が見えるのですが、本棚のようなもので入り口が塞がれているだけで、普通の診察室といった感じです。診療所の空気が気持ち悪いこともあって、診察室へは入ろうとは思いませんでした。もう半分の私たちが住んでいるスペースの話をします。家の半分は改築されたと言いましたが、その中で私に割り当てられた部屋は、元は院長室だった部屋のようでした。私が小学生の頃、仲が良かった近所の A 子ちゃんを家に招きました。A 子ちゃんは定期的に目薬をさしていて、その日も私の部屋でビデオを見た後、目薬をさしていました。その時、A 子ちゃんが上を向いて、天井から青い手が出てる、と言いました。私が天井を見ても何も見えません。何もないよ、と私が言っても、A 子ちゃんは聞いてくれませんでした。目薬をさすくらいだから、目が悪くて、変なものを見たんだろうと思いました。それ以来 A 子ちゃんは私の部屋に来ることはなくなり、次第に疎遠になりました。高校生になった頃、私は新しい友人 B 君を部屋に招きました。B 君は農家の子で、少し信心深いところがある人でした。B 君は私の部屋に入ってしばらくして、天井から男の子が見てる。なんかやばい、ここ出ようよ。と言いました。私は正直 B 君を変なやつだなと思いました。B 君が指を指す方を見ても天井しかありません。B 君は必死になって、なんとかしないとやばいよ。お前もわかるだろ?と言っています。私はとりあえず B 君に会わせることにしました。B 君はその後、私の家について調べた方がいいと言って、学校の放課後、一緒に図書館で昔の新聞のバックナンバーを調べました。すると、気になる記事が2件ありました。一つは交通事故。私の家の前で男の子が車にひかれて亡くなっていました。もう一つは医療ミス。私の家が診療所だった頃、母子ともに亡くなった事件について書かれていました。医療ミスは繰り返されていた可能性があるとも書かれていました。B 君が、交通事故で死んだ男の子を供養しよう、と言いました。そういえばかなり前、知らないおばあさんが訪ねてきて、〇〇診療所はここですか?と聞いた後に、お花を置いていったことが一度ありました。私はその場所の近くに亡くなった男の子の
簡単なお墓を作り、知らない男の子の死後の安息を願いました。それから私の部屋の天井裏から音がするようになりました。今のところ私しか聞いていないようですが、何かが暴れているようなギシバタンとかなり激しい音です。このところ騒音が原因で眠れないことも多いです。B 君は私の家に近寄りたがりません。それから少し経って私の家の話を聞いた C 君が興味を示しました。C 君はこの家の奥で塞がれている部屋、診察室に入ってみたいと言いました。私はまず父に話して許可を取り、窓を壊して診察室へ入れるようにしました。その後、家族がいない合間を狙って C 君と診察室へ入りました。やはり中には重苦しく気持ちの悪い空気が漂っていましたが、それ以外は存外に普通であるように感じました。C 君を見るとあまり長時間は痛くないような様子でした。二人で見渡すと診療所の中には似つかわしくない金庫がありました。ですがもちろん鍵はありません。その後は何も発見できず、C 君はがっかりして帰りました。私は父に金庫を開けてもらうようせがみました。父は心よく承諾してくれて、鍵屋さんに頼んでみて、ダメだったら金庫を壊してしまおうか。なんてことも言っていました。それからしばらくして金庫がなくなりました。父に聞いてみると、あの金庫は友人のところへ預けた。もう戻ってこないから見せられない。中身は何にも入ってなかった。と言っていました。そうして、金庫がなくなってから診療所に入っても平気になりました。なぜか長くいたら倒れてしまいそうなあの嫌な空気がなくなっていたのです。今現在診療所は物置になっていて頻繁に家族が出入りするようになっています。それからしばらく経って金庫を見つけることができました。当時はあの金庫について父に聞いても何も教えてくれなかったのですが、おととい聞いてみると今日持ってきてくれるとのことでした。実際見てみたところ何の変哲もないただの金庫でしたが、金庫の扉が新しいものに変えられていました。中が汚れているということもなく、外側もとても綺麗な状態になっていました。だいぶ怪しいですが、当時から何も入ってなかったとのことです。今思い出してみると、金庫がなくなったあたりからしばらくの間、父はよく家の床下や天井裏に潜り込んでいました。耐震補強のためだと言っていましたが、少し不自然だったようにも思います。もしかすると異臭の原因は床下か天井裏にあったのかもしれないです。私の家の話はここまでです。実際、私が感じていたのは騒音と異臭だけで何も見えていません。
怪談ですらない話であるのかもしれません。でも、今でも夜になると、天井裏から、ギシ、バキ、という騒音は響いています。ものすごい騒音なのに、家族には何も聞こえてないというのが、少し奇妙だと感じています。これは私の友人の友人 A さんが体験した話です。A さんは就職を機に東京で一人暮らしを始めました。当時 A さんには彼氏がおらず、彼女の友人も何人か同じく東京で仕事をしていましたが、自分以外の人に家の鍵を渡すことはなかったそうです。真面目できちっとした性格の A さん。戸締まりや電気の消し忘れなどがないよう、よくチェックしてから外出していたそうです。そんな彼女は節約のため、きちんと自炊をしていました。たまに手を抜くこともありましたが、出勤前にお味噌汁を多めに作り、朝ごはんと夜ご飯用にしていたそうです。卵も彼女の食事には欠かせない食材でした。常に残数をチェックして、ストックが切れることがないようにしていたそうです。新社会人の彼女は朝から晩まで忙しくしていました。ですが、昔からの夢でもあった仕事に就くことができたので、やりがいもあり、忙しいながらも楽しんでいました。そんな A さんからある日、私の友人は相談を受けたそうです。なんだか最近、家の中のものが減っているような気がすると。どういうことなのか聞いてみると、朝作ったお味噌汁が仕事から帰ってくると減っているような気がするとか、卵が一つなくなったような気がするといったようなものでした。実家暮らしであまり料理をしていなかった友人は、卵の数だとか味噌汁の量だとか、そんなことをあまり考えたことがありませんでした。そのため友人は、心配性だなというくらいにしか考えておらず、気にしすぎだよ。と A さんの相談に軽く反応してしまったそうです。A さんも、そうかな、まあ気のせいかもね、と自分に言い聞かせるように言ったそうです。最近仕事で疲れているのかもしれないし、休む時はゆっくり休んでとアドバイスをして、その話は終わったそうです。けれどその後も A さんの家では小さな変化が起こっていたようです。何かが少し減ったような気がする。何かの位置が少し変わったような気がする。気がするという程度の小さな変化。だからこそ A さんは変わったような気がすると思いつつも、そんな気がするだけだと自分に言い聞かせていたようです。そんなある日、友人のもとに A さんから連絡が来ました。お風呂の蓋が開いていると。突然そんな連絡が来たら、だから?と返してしまいますが、A さんの場合はそれで終わるわけにはいきませんでした。蓋閉めて家を出たと思ったんだけど開いてる。気のせいかな?私の勘違いかな? A さんは必死に自分に言い聞かせるように話していましたが、明らかに動揺していました。以前にも家の中の違和感、物が減っているような気がするという話を聞いていただけに、友人も A さんが少し心配になったそうです。
なので友人は、めんどくさいかもしれないけど、念のため部屋とか冷蔵庫とか、ある程度の場所の写真を撮ってから出勤すれば?とアドバイスしたそうです。A さんも、この生活の中での違和感、もやもやを解決するには、そうするしかないと思ったそうで、次の日の出勤前、家の中をあちこち携帯のカメラで撮影して回ったそうです。それから一週間ほど経った頃、友人のもとに A さんから連絡が来たそうです。私、引っ越すことにしたよ、と。何があったのか友人が話を聞くと、携帯のカメラで家の中を撮影して二日後、出勤前と帰宅後で、家の中で明らかに違う箇所があると知ったからだと言います。それはお風呂場でした。出勤前の浴室の写真は、お風呂の蓋は閉めたまま、シャンプーやボディーソープなどのアメニティの類も定位置にあり、排水口の蓋も掃除した後閉めた。何気ないいつもの浴室の風景を映したのですが、帰宅後の風景と見比べてみると、明らかにおかしな箇所がありました。お風呂場の排水口の蓋が写真では閉めてあるのに、帰宅後なぜか開いていました。それも少しだけ動いているとかではなく、明らかに動かしたというほど移動していたのです。一人暮らしを始めたばかりで、あまり貯金もない時期だったそうですが、借金をしてでも一刻も早く引っ越したいと思うほど気持ち悪い出来事だったと A さんは言っていたそうです。幸い引っ越し後は何も起こることはなく、今は結婚して新居で幸せに暮らしている A さん。新社会人になりたての頃暮らしていたあの家で一体何が起きていたのか。今でもその家は次の入居者を待っています。真相は明らかになっていませんが、知るのもなんだか怖い、そんな出来事でした。20年ほど昔の話。当時付き合っていた彼女と、親父の会社所有の保養所というか山荘に遊びに行った。結構な山奥で街灯なんて一切なかった。夜にもなると静寂に包まれる、シーンという音が聞こえるような感じだった。一応別荘地なんだけど、季節外れということもあって、周りの山荘には誰も来ていなかった。車の有無で不在だとわかる。それで夜の8時頃、二人で焼肉を食べていたんだけど、パーンという甲高い音が玄関のあたりから聞こえた。確認しに行っても何もなかったので、再びテーブルに着いた瞬間、まるで冷や水を背中にかけられたような寒気がして、震えが止まらなくなった。彼女が心配して布団を敷いてくれて、夏の終わりにもかかわらず、毛布にくるまった。それでも震えは収まらなくて、歯をガチガチ鳴らして耐えていた。そのまま寝てしまったんだろう。夜中11時頃目が覚めた。それで起き上がろうとした瞬間、お約束の金縛りになった。横で寝ている彼女に気づいてもらおうと、声を出そうと必死にもがいた。とても長く感じたけど、数分も経ってなかったんだろう。
金縛りの時でも目だけは動くみたいですね。その時の僕も目だけは動く状態でした。僕の足元に真っ白なワンピースが見えた。でも足そのものは見えない。正直、その時点で終わったと思った。すると、あろうことか僕の体の真横をスーッと流れるように頭の方へ滑って動いてくる。もう頭の中がパニックになって、南無阿弥陀仏と繰り返して唱えていた。その白いワンピースが視界から消えたと同時に金縛りも解けて、慌てて彼女を起こした。そして今起こったことを話したら、彼女も衝撃の告白をしてくれた。2泊3日で遊びに来ていて、僕が金縛りに遭ったのは2泊目の夜だったんだけど、彼女は昨夜、つまり1泊目の夜、廊下を歩く足音を聞いたそうだ。革靴のコツコツという音。歩く音からして男性だと思ったらしい。その夜は二人とも眠れず、日が昇るまで無理やりハイテンションでおしゃべりをした。ようやく夜が明けて、麓の管理人さんの家にゴミを出して帰ろうとしたら、管理人さんが、あれ？もう一人の方は？三人いましたよね？と言ってきた。恐ろしくてたまらなかったが、帰り道はいつになく慎重に運転して帰ってきた。そんなことがあってから2年後、あの時の彼女とは別れてしまったんだけど、今度は婚約までした彼女を連れて保養所に出かけた。そう、バカな僕は前回の怖い体験をすっかり忘れていた。思い出したのは保養所の前に車を止めた段階。時すでに遅し。婚約者を怖がらせるわけにもいかず、でも落ち着かない。家の中ではずっとそばにいた。寝る時も密着していた。それで翌朝目が覚めたら、婚約者が泣いていた。話を聞いてみると、革靴で廊下を歩く音がして、だんだん僕たちが寝ている部屋に近づいてきて、襖をノックされたそうだ。その前に金縛りに遭っていたらしく、そのノックの音で彼女は気絶してしまったらしい。翌朝、再びとんぼ返りしたのは言うまでもない。その後はその保養所に行くこともなく、親父の会社が経営悪化した関係で売却してしまった。すぐに買い手がついたそうだけど、その後どうなったのかは知らない。僕はあるデパートのバイヤーをしているのだが、ある日、買い付けの契約のため、とある地方の小さな町を訪れた。駅員が一人でやっている JR の小さな駅を降りると、駅前は見るからに裏ぶれた死にゆく町という風情だった。小さな申し訳程度のロータリーとバス停。端に客待ち顔の運転手のタクシーが一台。商店街と言えるようなものはなく、小さな喫茶店とラーメン屋、薄汚れた洋品店に美容院という、まあ日本全国どこにでもありそうな小さな町である。驚いたのは、こんなところにもコンビニがあることだった。契約をする農家まで
タクシーに乗っていく。仕事自体は単に契約するだけなのだが、ここに来るまでに一日の大半を使ってしまったため、今日はここで一泊しなければならない。駅前に戻るとすでに最終列車は出てしまった後だった。タクシーで隣町まで行くと軽く一日の出張費を超えてしまう。仕方なくコンビニの店員に聞いて、この町で一軒だけ営業しているという民宿まで歩いていくことにした。昔は街道筋の中継点でもあったこともあるようで、民宿は思ったよりしっかりした作りだった。ただ客はあまりいないらしく、私の他は長期逗留している50歳くらいの男性が一人とのことだった。着いたのが遅かったため、今日の夕食はもう終わってしまったとのことだったのだが、気の毒に思ったのか、おかみが近くの定食屋の地図を書いてくれた。そこならまだ食事ができるはずだと。教えてくれたおかみが少しためらい気味に地図を渡してくれたのだが、気にはなったが空腹には勝てず、今夜はそこで遅めの夕食をとることにした。ビールぐらいはあるだろうと思って、歩いて店に行くことにした。5分ほど歩くと、それらしい店に着いた。もう何年も客が来ていないかのような裏ぶれた雰囲気に、少し気遅れしたものの、ここまで来て、コンビニの弁当は食べたくない。第一、コンビニはここからかなり遠い。まあ死ぬようなことはないだろうと思って、覚悟を決め、店のガタつく扉を開けて中へ入った。その時にはまさかこんなことになるとは想像もしていなかったのだった。店に入った瞬間、生暖かい風が体の横を通り抜けていったような感覚があり、その直後、背筋にざわっという悪感が走った。嫌な予感がしたが、店自体は割とどこにでもある古ぼけた定食屋という感じだった。薄暗い店内は人の気配がしない。もう終わったのかと思ったのだが、外にのれんがかけたままであることを考えると、聞いてみるくらいならいいだろう。すいません。厨房に誰かいないかと呼んでみたところ、奥から年の頃70歳くらいの老婆がゆっくりと無言で出てきた。まだ食事できますか？そう尋ねると、老婆は黙ってうなずいて、店内に2つあるテーブルの1つを指さした。座れということらしい。どうやら何か食べさせてくれるようだ。薄気味悪い感じはしたものの、空腹には勝てない。どうせ明日には出て行くんだし、帰ってから話の種にもなるし、と思って、促されたテーブルに座り、気を取り直して壁のメニューを眺めてみた。メニューそのものは、よくある定食屋のそれだ。和洋中華、一通り揃ってはいるが、店も店だし、あまり当たり外れのなさそうなものにしておいた方が良さそうだ。結局、野菜炒め定食とビールを注文した。場所柄、野菜は新鮮なものが揃っているだろうと思ったからだ。老婆が
分速10メートルくらいの動きでビールとグラスを持ってきてくれた。やれやれ、この調子だと少し待たされるかもしれないな、と思いつつ、先ほどの妙な予感も忘れ、グラスにビールをついだ。間が持たないので、もう一つのテーブルに置いてあった新聞を読ませてもらうことにした。あれ？記事を読みながら、妙な感覚にとらわれる。変だな。今になって思うのだが、この時が最後のチャンスだったのだ。あの時、この感覚の理由をもっと考えておけばよかったのだ。仕事柄、新聞は毎日読んでいる。今日の朝刊もここへ来る列車の中で読んでしまっていたので、あまり目新しさはないと思ったのだが、記事には見覚えのないものが多かった。版が新しいか地方版だからだろうくらいにしか思わなかったのだが、今日の仕事がうまくいったのと、ビールの酔いが程よく回ってきた頃、老婆が食事を持ってきてくれた。あまり期待していなかったのだが、さすがに産地だけのことはあって、食事はうまいものだった。僕は今日の仕事の成功を確信した。もうそろそろ宿に戻ろうと思い、老婆に代金を支払って出ようとしたところで、初めて老婆が口を開いた。出口はこちら。そっちはもう出られないからね。おやと思った。少なくとも僕が入ってからあの扉に鍵をかけたり、誰かが入ったりした覚えはなかったのだが。まあ、業にいれば業に従えと言うし、言われた通りにしておいた方がいいだろう。厨房を通って、裏の通用門から外へ出る。出るとき老婆が、またね、と、意味深な表情でつぶやいた。もうここに来ることはないのだが、僕も、ああ、また来るよ、と返事をして店を出た。最後に老婆は、僕を憐れむような、懐かしむような、複雑な表情をしたように思えたが、まあ、シワの具合なのだろう。外は風が生暖かく、今夜は冷房を入れないと寝苦しそうだな、と思いながら宿への道を戻った。宿へ戻る道は何か懐かしい風景で溢れていた。漆喰の壁に木製の電信柱、時代遅れの自動車、まあ時間の流れから置き去りにされたかのような、地方の小さな町とはこういうものなのだろう。宿に着くとおかみが出迎えてくれた。もう遅い時間なのだが待っていてくれたようだ。お風呂まだ沸いてますから。そういったおかみの顔をふと見ると、出る時よりも心なしか若返っているような気がした。こんな大きな娘がいるようには見えなかったが、まあ酔いのせいなのだろう。ゆっくりと湯船に浸かり、明日以降の仕事のことを考えてみる。明日は帰るだけで時間の大半を使ってしまうだろうから、社に顔を出して上司に報告。明後日以降別の取引先に出かけて、
などと考えているうち、どうやら眠り込んでしまったらしい。気がつくと部屋の布団の上に寝かされていた。あら、気がつきました？おかみと宿の番頭が心配そうに覗き込んでいる。どうやら湯あたりしたらしい。お疲れでしたのね。お仕事大変なんでしょ？せっかくですからゆっくりしていってください。そう言っておかみはにっこりと笑って出て行った。なんだかずっとここにいたいような、そんな気分になってきた。いつの間にか眠り込んでいたらしく、気がついたら翌朝になっていた。社に連絡を入れてから帰ろうと思って携帯をかけてみたが通じない。まあ今日は直帰してもいいとの指示を受けていたから連絡は後でもいいだろう。急用なら向こうから連絡があるだろうし。帰り支度をしてフロントへ行くと、おかみが何やら帳簿をつけていた。僕に気づくとにっこりと笑った。やはり若くなっているようだ。惚れたかな、などと考えながら代金を支払い、タクシーを呼んでもらった。またいつでもどうぞ、お待ちしていますから。別れ際に、おかみはそう言って、親しみのある表情で送ってくれた。もしかして僕に気があるのかな、などと考えながら運転手に駅前までと告げると、運転手は黙って車を走らせた。仕事以外でここに来るのも悪くない、などと妄想にふけっていると、ミラーから運転手の視線を感じた。にやけてるのを見られただろうか、咳払いをしてごまかした。ほどなく見覚えのある駅前のロータリーに着いた。代金を払って車を降りる。次の電車の発車時刻を見ようと思って駅に向かったが、何やら様子がおかしい。人の気配がしないのだ。ストでもやってるのか、まさかそんな、と思って駅舎に行くが、どうやらそういうものではないらしい。改札も封鎖されて何年も経っているような寂れ方だ。周りを見渡しても通行人も見当たらない。まるでゴーストタウンだ。とにかく調べなくては、と思って喫茶店に入ってカウンターに座る。とりあえずコーヒーを注文してマスターにそれとなく聞いてみる。ねえ、今ストでもやってんの？マスターは一瞬ビクッと肩のあたりがこわばったが、ゆっくりと自分に言い聞かせるように答えてくれた。ああ、あの駅はもうだいぶ前に廃線になってから使われてないんですよ。え？僕は確かに昨日あの路線の電車に乗ってここまで来たのだが、どういうことなんだ？マスターは目をそらしたまま一心にグラスを磨いている。しかし意識はこちらに集中させているのがありありとわかる。これは何か知ってるな。そして聞いても答えてくれないだろう。そう思った僕は諦めて店を出ようとした。コーヒー代を受け取ったマスターは最後にぽつりと、
ここも慣れるといいところですよ。と言ってぎこちなく笑った。僕は無言で店を出た。とにかく会社に連絡を入れなければと思い公衆電話を探すが一向に見当たらない。コンビニへ行けばあるだろうと思って昨日の場所へ行ってみると、そこはただの民家が建っている。なんだ、一体どうなってるんだ。今僕はここへ来るとき契約した農家で働いている。うまい野菜を作っているのだ。農家では同じようにここへ迷い込んで出られなくなった男たちが働いている。彼ら、いや僕たちが毎日丹精込めて育てているからここの野菜はうまいのだ。僕は民宿のおかみと一緒になり、民宿の空いている部屋に長期逗留している。そう、ここへ来た時僕が見た50歳くらいの男は。今から10年ほど前の話です。当時、入社2年目の会社員だった私は、上司2人に連れられて、栃木にある某洋酒メーカーの工場へ出張することになりました。勤めていた会社が関西にあったもので、日帰りは難しく、宿泊施設が必要でした。早速、事務員にホテルの手配をお願いしたところ、部長の同行ということもあって、そこそこ良いホテルをあてがってもらえることになりました。栃木について、打ち合わせまで少し時間があったので、先にホテルにチェックインすることになりました。3名様ですね。ご予約受けたまわってございます。フロントの小太りな中年男性が対応してくれました。言葉こそ丁寧ですが、どこかにやけた表情のある男性でした。こちらに住所と名前を記入していただけますでしょうか。それから、ただいま当ホテルの新館を改装いたしておりまして、お客様にお泊まりいただくのは休館になります。先ほどから気になっていたその男のにやけた表情は目でした。明らかに目が笑っていました。少なくとも私にはそう映ったのですが、上司二人はそれほど気にしていない様子でした。では、お部屋の鍵をお渡しいたします。先に上司二人に鍵を渡して、その後私に、あなたはこちらの部屋です。と、なぜか僕だけ部屋を指定してきました。見るからに僕が新入社員なんで、部屋に差をつけてるんだろう。その場はその程度でした。結構広い敷地に大きなロビー、フロントから左に進み、右へ曲がれば、旧館に続く廊下があり、その奥に回り階段がありました。客が全然入ってないですね。平日だからだろ？特に遊ぶところもないようだし。旧館までの廊下と階段を結構歩いたのですが、途中、
別の宿泊者とすれ違うことはありませんでした。階段を上がると、左側がトイレで、右側に客室が続いていました。この階は僕たちだけですかね。そうみたいだな。部長が、じゃあ5分後ロビーに集合な。と言って、私たちはそこで別れました。階段から一番手前が私の部屋でした。鍵を開けて部屋に入った瞬間、一種の不快感に見舞われました。臭いのです。それは独特のコンクリートの匂いというか、かびた匂いというか、ほこりっぽいというか、明らかに久しく使われず、換気不足な時に出る匂いがしました。最悪だな。しかも、風呂とトイレがありません。これがそこそこいいホテルなのか？事務員から見せられたパンフレットからは、イメージできそうもない客室にがっかりしました。仕事での宿泊、しかも一番若輩者の不快感など主張できるわけもなく、まして部屋を変えてほしいなど言えるはずもありませんでした。私はそのまま荷物を置いてすぐロビーへ向かいました。打ち合わせに向かう途中のタクシーの中で、部屋臭くなかったですか？と聞くと上司は、そうでもないが、君んとこは臭いのか？なんか匂ったんですけど、仕事で一泊だけだし我慢しろ。予想通りの答えでした。仕事が終わって夕食を部長がご馳走してくれることになりました。その後、一軒、二軒とはしごとなり、部屋に戻った時はほろ酔い気分で、匂いのことなどをすっかり忘れていました。風呂に入るのも面倒で、私はそのまま寝ることにしました。どのぐらい経ったのでしょうか。まだまだアルコールが残っていたので、それほど経っていなかったように思います。突然目が覚めました。しかし、体が全く動きません。みるみるうちに酔いが覚めていきました。それまで金縛りには何度か会ったことがあるのですが、いつものそれとは比べようもないくらいの強烈なものでした。金縛りを解くべく懸命に指先を動かし、どうにか解けるとすぐにまたそれ以上の金縛りがやってくるのです。解けるとすぐ、また解けるとすぐ、意識は徐々にはっきりしてくるのですが、金縛りは強くなる一方です。とうとう指先さえ動かなくなりました。まぶた以外は全く動かず、意識だけがしっかりしている状態になりました。その時です。見たこともない女性のイメージが脳裏に浮かびました。パーマをかけただけのぼさっとしたヘアスタイルのおばさんで、二重顎、まぶたを閉じて性器が全く感じられない女性の顔だけが二三度私の脳裏に浮かんだのです。性器のないおばさんの顔がずっと同じパターンで私の脳裏に浮かぶ、いえ、入ってくるのです。
少し離れたところから迫ってくるかのように。それが何分ぐらい続いたのでしょうか。目を開けると天井が見えました。そして廊下を歩くスリッパの音が聞こえました。誰かが起きてトイレにでも行くんだ。誰かに会いたい一心でした。そう思った時、体の自由が戻り、私は急いで部屋を出ました。向かって左側にあるトイレに駆け込んだ瞬間、さらに恐怖が膨らみました。トイレの蛍光灯がついていなかったのです。真っ暗なトイレの中は、並んだ便器だけで、人はなく、三つあった個室からも、人の気配が全くしませんでした。何よりもそれ以前に、トイレの中は真っ暗なのです。階段から向こうの廊下は、トイレしかなく、行き止まりです。トイレ以外、行くところがないのです。確かにスリッパの足音は階段を上り下りすることなくトイレへ向かっていました。これってもしかして霊体験なのか？私自身どちらかというと霊体験のような超常現象は否定的な方で、まして大事な取引のある出張中に、そんな非現実的な考えが入る余地などなかったのですが、程よく酔っ払って眠りについていた私の目が覚めるほどの体験に、その時初めてそう考えるに至りました。次の日、三人で朝食をとりながら、昨日の夜中、誰かトイレ行かれました？と聞いてみましたが、答えはノーでした。私は昨晩の出来事を話しました。夢でも見たんだろう？でも程よく酒が入ってて、夜中に目覚めたことなんて今まで一度もなかったんですけどね。おかげで寝不足ですよ。帰りの新幹線でゆっくり眠ればいいよ。はい、そうします。外が明るいと私の中でも昨夜の出来事は夢か錯覚だったのかと感じるようになっていました。が、最後に確信させてもらいました。チェックアウトの時です。フロントの小太りの中年男性の目が昨日にも増して笑っていました。私にはすべてがわかりました。この男は確信犯なのだと。最初、私だけにあの部屋を指定してきたことや、寝不足気味の私の顔を見て、昨日以上に笑っているその目は、きっとあの部屋には何かがあると知っていたのでしょう。にもかかわらず私を宿泊させたのです。匂いから察して私が泊まるまで長らく利用されていなかったのでしょう。鍵を手渡す際、私はその手をしばらく離さず、男を睨みつけました。男の目は笑いながら、まさに、見えました？どうです？なんか見えたでしょ？と言わんばかりでした。おかげさまでよく眠れましたよ。私は皮肉まじりに声に出して言いました。男の暗黙の問いへの答えのはずなのに、男は戸惑うことなく、私の答えを受け入れた様子でした。
そして私たちはホテルを出ました。話はこれで終わりです。私が泊まる以前にあの部屋で何があったのかは知りません。真相は何もわからないままだし、真相などないのかもしれません。当時は怖い体験とともに、あのフロントの男性の行動に憤りを感じていて、あのホテルにはもう二度と行くかと思っていました。でも、今思えば、やっぱり錯覚だったのかも、という思いもあり、もう一度泊まって真相に迫ってみたいとも思いましたが、10年という歳月は少し長すぎたようです。今ではホテルの名前も部屋の番号も覚えていません。現場へ出向くことができれば、薄らいだ記憶も戻ってくるとは思うのですが、その後会社を退職し、別の職種で独立した私が、栃木へ行くことはまずないでしょう。先月の話です。隣の県の大学に受かって一人暮らしをすることになりました。それを私と同じ県の別の大学に進学する友人の女の子に話したら、お互いの学校の距離も近いし、一人暮らしを始める仲間ということで、女二人ルームシェアをすることになりました。女の一人暮らしは危ないし、寂しいからということで、意気投合したのです。もともとお泊まりをし合うくらい仲良しだったので、その延長ぐらいで考えていました。それで今年の1月、寒い中、二人であちこち不動産屋を回っていたら、個人経営の古くてボロボロな不動産屋を見つけました。プライベートは必要だから少し高くても 2DK を、と間取り図で物件を見ていると、友人が、あ、と間取り図の一つを手に取りました。それは駅から徒歩3分、鉄筋築3年、風呂トイレ別、ガスコンロが2つ、南向き、2階、日当たり良好、とかなりの好条件です。それは家賃が高いでしょう、と見たら、なんと6万円でした。しかも、敷金1、礼金1、安すぎます。なんだかおかしい。間取り図のベランダから嫌な感じがする。私はそんなに霊感は強くなくて、正直その手の感覚を信頼していなかったので、その時は気にせず、その物件も候補に入れて、いくつか内見させてもらうことにしました。最後に間取り図の気持ち悪い例の物件へ行きました。部屋の前に到着したあたりから体温が下がるような胸がへこむような感覚がしたんです。そして玄関が開いた瞬間、心臓がドクドクと脈打つようになり、あんまり苦しかったので外で待たせてほしいと友達にお願いしました。でもこれから暮らすかもしれない部屋だから、と友達に部屋の中へ引っ張り込まれました。不動産屋さんは車で移動していたので、車酔いだと勘違いしている上、寒いから中へどうぞ、
と進めてくる。仕方なく部屋へ入るともっと苦しくなった。首から肩にかけてぐっと押さえつけられているような感覚がしたんです。友達は広いだの、綺麗だのと言いながらノリノリであちこち見ています。我慢しながらキッチン、洋室と見て一番最後の和室。もう入りたくない。家に帰りたい。そう思っている私の横で和室に続く襖が開かれました。和室は雨戸が閉まっているとはいえ、とても暗い部屋でした。特に閉め切られているベランダに続く窓がもやがかって暗いのです。私は嫌な感覚が限界で、玄関に向かって駆け出して外へ出てしまいました。駐車場に停めてある車の近くで座り込んで、友人と不動産屋さんを待っていました。部屋でガーデンレールの長さなどの測量を終えて車に戻ってきた二人はケロッとしていました。結局そこで決めてしまわず他も回ろうということで解散しました。地元に帰る電車の中、和室の雨戸にもやがかっていたからあの部屋だけはダメだと友人に言ったら、気のせいだと言われてしまいました。彼女はあの部屋が痛く気に入っていて、今にもそこへ決めてしまいそうなほどでした。その後、いい物件も見つからず、2月に入ったあたりで彼女と喧嘩をしました。普段の嫌な物件で決めたいと、押し切ろうとするのです。あまり強固なので、彼女とのルームシェアは白紙にしました。後になって、いわくつきの物件は不動産屋に説明の義務があると知り、問い合わせてみたところ、首吊りがあったそうです。和室の窓のカーテンレールのあたりに、釘を10本ぐらい束ねて打ち付けて、ネクタイで首をくくっていたそうです。その事件があってから2年ほど人が入居していないそうで、それを聞いて事前の下調べが甘いと怖い目に遭うと思い知りました。それから部屋はどうしたのか、友人に聞いたところ、本当にあの部屋に決めて、前金を払ってしまったそうです。まだ間に合うからと思い直すように言っていますが、全く聞く耳を持ってくれません。もちろん、あの部屋で首吊りがあったことも伝えましたが、私は決めたの、一人でもここに住む。の一点張りです。何かあってからでは遅いので、入居までに何とかなるよう説得中です。ちなみに、私の部屋はまだ決まっていません。小学6年生の頃、近所の公民館の裏手に古い民家があった。朽ち果てて建物自体は不気味なんだけど、周りが民家で人通りも少なくなかったし、怖さよりも好奇心が湧いた。で、学校で
10人ぐらい友達を集めて探検しようとなった。実行時間は土曜日の真っ昼間。公民館も人がたくさんいて怖い雰囲気はゼロ。よって勇気100倍。家はあちこち板で打ち付けられていて、侵入場所を探しうろうろした。家の裏手に台所の窓が見えたので、中を覗くと入れそうだった。で、友達を集めて、探検装備のエアガンに弾を込める。よし、入ろうぜ。と、リーダー格のやつの合図と同時に、10人が一人ずつ中へ侵入する。中はさすがに真っ暗だった。公民館の裏とはいえ、丘の上に立っているせいか、物音も聞こえない。しかも、この家の周りは木で覆われており、窓からの光も頼りない。懐中電灯を持ってきてよかったな。さ、探検しよう。と、リーダーについて、ぞろぞろ歩いていく。10分ぐらい探検した後、地下室のようなところに続く階段を見つけ、降りた。そこにも部屋があるようだが、懐中電灯で照らすと、どうやら和室のようだ。皆、先頭のリーダーが照らす明かりの先を凝視する。心臓が止まるかと思った。ライトで照らされた先には、日本人形がこっちを向いて立っていた。しかも、和室のど真ん中で。みんな驚いて一斉に逃げ出した。だが、逃げた先頭のやつが急に止まってこっちを向いた。なんか聞こえる。全員静まり返ると、ドン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 。先ほどの和室から音がだんだん近づいてくる。もうパニックになって、我先にと台所の窓を目指した。逃げる途中、僕はかなり後方だったので、ひょっとして僕が最後尾？と思って泣きそうになっていた。だがなんとかたどり着いて、急いで台所の流しを駆け上る。もう他のみんなは外へ避難していた。僕は外へ出たと同時に窓を勢いよく閉めて振り返った。すると、もう一人僕の後ろに友達がいたらしく、窓を閉められたショックで泣いていた。でもなんとか彼も脱出できて、みんな疲れと興奮を味わいながらも帰路に着いた。しかし、その晩から僕は高熱を出し、3日ほど寝込んだ。なんとか回復して学校へも通えるようになり、楽しい小学校生活を終えて、中学、高校、大学へと進学。で、大学3回生の時、たまたま当時の友人と会って、あの時の話題で盛り上がった。しかし、彼の話によると、あの家、最近、おばあさんの白骨死体が見つかったそうだよ。しかも場所は、あの時俺たちが見た人形の部屋だったんだって。おばあさんの遺体は、家の取り壊しの際に発見されたそうだ。じゃあ、あの時僕らが聞いた音は？わかんねえけど、なんかのメッセージとか？
この話は実話です。なお、異変は今のところありません。この間のゴールデンウィーク、祖母の家に遊びに行った。いとこや親戚もたくさん来ていて、小学生がいっぱいいて盛り上がっていた。遊んでいたら誰かがタイムカプセルを埋めようと言い出した。聞いてみると、その子の小学校で6年生が校庭に埋めていたから、自分もやりたいのだとか。それで僕が一番年上だったから穴を掘ってあげた。最初は庭に掘ろうとしたらばあちゃんにダメだと言われて、隣の空き地とばあちゃん家の庭の境目くらいを掘った。もしも隣の土地が売れて家を建てるためとかで土が掘り起こされるとなった場合になっても大丈夫なようにかなり深く掘ってやろうと頑張っていた。すると土の中から大きな石が出てきた。かなりの大きさで全部出すのに次の日までかかった。で、出してみるとそれは灯籠みたいなやつで、下の土台のところに北東南西とひし形に掘ってあって、その文字と文字の間に鬼、呪い、鬼、呪いと掘ってあった。なんだこれということになって、でも近所の野次馬で来ていたおじさんたちは変な顔をしてお互い目で合図みたいなものをしていた。それで僕たちには、何でもないから騒ぐな、と言っていた。その夜、いとこのうち三人が高熱を出して、未だに一人はまだ熱が下がらず入院している。で、その灯籠をトラックに乗せてお寺へ持って行こうとなった時、灯籠を動かしたら、中から四角い箱が出てきた。小さな宝箱みたいな、もともとは赤かったのかな、という感じのくすんだ色の箱だった。それを開けてみたら、と言ってもすぐに開かなくて、ハンマーで叩いて壊してみたら、まあ、よくある話で申し訳ないんだけど、中から和紙のようなものにくるまれた髪の毛や爪、指輪、何かの肉の塊、よくわからないものがごちゃごちゃ入っていた。絶叫する僕たちを残して近所のおじさんたちが無表情でさっさと散らばったそれらを拾って灯籠をトラックに乗せていった。現場で起きた出来事はそれだけなんだけど、つい昨日、僕の小学1年生の弟が一人でテレビゲームをやっていたんだけど、突然音が変だと言い出して、テレビの人が出てくる、鬼がやってくる、鬼が来る、と号泣して玄関に向かって走っていった。その直後、僕もなぜか顎に激痛を感じた。殴られたような痛みではなく、顎の中に激物を注射されたみたいな痛さだった。伝わりにくいかもしれないけど。弟はその後も少しおどおどしていたけど、しばらくしたら普通に戻った。僕が見たその灯籠みたいなやつのこと、知ってる人はいないだろうか。あれが何なのか知りたい。呪いか何かなのか。家の中に何かが入ってきそうで、
頭痛が収まらなくて怖いです。去年のお盆のこと、帰省していた時に近所のいとこと会い、世間話をしながら一緒に歩いて帰った。僕にとっては久々の帰省で、少し地元の風景も変わっていた。河原の廃工場がなくなって、ステンドグラスのついた祭事場みたいな建物になっていたり、話の流れでいとこに河原の廃工場がいつ取り壊されたのか聞いてみたら、工場は今もそのままだという。どうも僕と彼女の認識が噛み合わないので、工場を確認しに行くことになった。工場のあるはずの場所には、僕が見た通りの祭事場のような建物があった。地元民であるいとこが工場の建て替えに気づかないはずはない。よく見るとその建物もおかしい。僕が地元を離れたのは2年ほど前なので、新しく作ったのならまだそれなりに綺麗なはずだが、見るからに築10年は経っている。謎の建物の入り口はガラスのドアだった。さすがに入る気はなかったが、少し中を覗き込んでもいいかと思い、建物に近づいていく。中はロビーのようになっていた。ステンドグラスがあるのは奥の部屋らしい。ロビーのソファーには20代前半ぐらいのスーツ姿の男がいて、ペットボトルのお茶を飲んでいた。青年が僕たちに気づいてドアを開けてにこやかに、僕は仕事があってここに来てるんだ。君たちはこの町の人かな？というようなことを聞いてきた。爽やかな好青年っぽい雰囲気だったが、僕たちが地元民だと言った瞬間、彼は豹変した。男は僕といとこを建物の中に引っ張り込んで奥に突き飛ばした。その後の彼の態度は本当に怖かった。覚えている範囲で彼の発言を箇条書きにすると、汚れた民族の末裔め。僕を指さして、メガネをかけているのは汚れた者の証。体が痩せているのは汚れた者の証。いとこを指さして、スカートを履いているのは汚れた者の証。青と黒の服装は汚れた者の証。空が曇っているのは汚れたお前たちが訪れる予兆。空を返せ。お前たちから汚れた蝶の血を感じる。と他にも言っていただろうが、覚えきれないし、どのみち意味不明だった。逃げようとすると攻撃された。ひざまずけ、と切れる青年に僕は殴り飛ばされ、いとこは腕をひねり上げられた。その時、閉じていたドアにまとわりつく黒い蝶を見て、青年はいとこをビンタして、僕を蹴って外へ出て行った。彼は、貴様だけは許さん、ひざまずけ！と叫びながら黒い蝶を追いかけている。その間に僕たちは逃げた。翌日、恐る恐る工場跡を見に行ったが、そこにあったのは謎の建物ではなく、見知った廃工場だった。
地元の幼馴染にも廃工場と謎の建物について聞いてみたが、謎の建物を見た人はいなかった。青年はただのおかしい奴だったのかもしれないが、汚れた蝶の血という発言だけ少し気になった。僕の地元にはお盆になると先祖が虫の姿になって帰ってくる。だからお盆の時期は虫を敬えという風習がある。どんな虫なのかは個人個人で違っていて、僕といとこの共通の祖父の場合はカラスアゲハだった。だからなんだという話かもしれないが、汚れた蝶の血というのはもしかして祖父の血のことだろうか。そしてあの時ドアにまとわりついて、結果的に僕らを助けてくれた黒い蝶は祖父だったのかもしれないと思う。ちなみに親戚はみんな日本人。弥生時代の渡来人の血ぐらいは流れているかもしれないが。